はい、こんにちは。勝又博物館です。いやー、ここで言うのもなんですけども、チャンネル登録者数が1万人達しました。ありがとうございます。パチ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 。いやー、本当に嬉しい限りでございます。本当に嬉しいです。そしてね、ちょっとあっちにもガオキングとか2体いたりとか、もうゴーストドライバーがあったりとか、いろいろちょっとごちゃごちゃしてて、こっち側とかもね、もう変身ベルトごっちゃごちゃあったり、もうすごいごちゃごちゃあってて、なんでかっていうと今ちょっとね、変身シーンをね、撮ってます。撮ってますよ。もう、無事にね、着々と進んでおります。その記念ということで、いろいろまたやっていきたいと思いますので、ご期待ください。ということで、今日買ってきたものを一つずつ見ていきましょう。こちらが、指示棒、セーラームーンの指示棒ですね。結構、ちょっと前にプレ版で、限定で出たやつで、2800円で買ってきました。はい、こちらが変身コンパクトミラー。ガチャガチャの最近出たやつ。で、5種セットで2000円で買いましたね。そしてこちらエンジンソウルホルスターセット。後ろがマンタンガン。そして後ろがエンジン王ということで、これは1体で1個だいたい1000円ぐらい。1000円、800円、1000円で買ってきました。そして後ろ真剣王。こちらは取説なしの、あとこの剣がなしですね。この剣なし。で、中は内箱もあって、結構備品で3000円で買ってきました。そしてこちらは、ジャスコでね、新品が2000円で売ってたので、さすがにやっぱ放送終了してるんでね、2000円で半額以下で売ってました。そしてこちら、デラックスメテオストーム。これは、一応開封済みですけども、中相当備品で700円でしたね。相当いいお買い物ができました。今回は、いろいろとね、安かったです。嬉しい、嬉しい。ということでね、本当に着々とね、変身シーン撮ってますから、今月中にあげれたら、あげたいと思いますので、ぜひ、ご期待してて、お待ちください。ということで、今日はお買い物動画と、ありがとうございます動画でした。チャンネル登録、評価の方も、これからもお願いします。それでは、また明日。